はい、着きました。次の神社着きました。ね、どこやここ、稲荷、あ、ここ書いてるわ、稲荷高郡、兵庫県高郡、ここ何町なんですか。高郡高町安田稲荷神社。あ、書いとった、安田稲荷神社。はい、安田稲荷神社についてです。ここも2回目、もうだいぶ前に、1年ぐらい前かな、そうかな、うん、1年ぐらい前に、うん、いや冬は春パ、まだパーカーやったかな、パーカー着とったかな。で、まあ、来とったけど、YouTube では紹介してなかった神社。まあ、高郡全部制覇していく予定なんで、また改めてこうやって、うん、動画にしてないところ、また、来てます。安田稲荷神社、2回目です。まあ、今までの YouTube の、僕のやり方やったら、もう週に一本動画上げれるのがもうやっとやったけど、今のスタイルに変わってから毎日投稿できてるんで、うん、もうどんどん過去来たことある神社でも動画にはしてませんという神社、もうどんどん来て動画お届けするんで、まあ皆さん待っとってください。淡路もう制覇したけど、うん、もう淡路ももう全部また取り直しやな、うん、もう制覇したって言っても結局紹介、うん、ほとんど紹介してないやん、うん、よいしょ、はい、こんにちは、よいしょ、久しぶり、うわ、日陰が全然ないな、うん、うわ、はい、高郡安田稲荷神社。ここもあれやな、前夕方ぐらいやな、前来た、もう帰り際にな、よいしょ、こっちお社、さっきの動画あんまり声 入ってんかった、いつもなんかいつも通りの大きさでしか入ってんかった、うん、近く寄ったつもり、うん、あ、目の前、クモス、ここ、うん、どこ、ほんまこと、うん、どうやってクモス張るんやろうけどね、一旦下に降りてどっかから登ってピューって引くんかな、そんな計算するのかな、どうやって張るの、こんなところこうやって、ね、でもあるよね、うん、鳥居でもあるやん、だから、うん、糸、お尻から糸を出しながら、あそこ行けへんもんね、あそこ一旦ペチャって糸つけとくやん、うん、ほんで降りてなんかここら辺のまたよじ登っていって、そのどうやってつなぐ、尻尾からあそこに例えば柱に止まっとって尻尾から糸出しとくやん、ほんで一旦下まで降りて、うん、あの糸出したままな、うん、ピューって伸ばしてきて、でまあちょっと適当なところから糸もこう上がるってこと、うん、そうお前とてやっとそうやってやっとんかな、うん、よいしょはい、うわーすごい、綺麗に木生えて、今歌歌ってます、木たちは。今何時よ、もう お昼の1時前、うん、お昼の歌を歌っとんやって、今お昼の歌、うん、あのキーたちが今お昼の歌を歌っと、どんな、なんかなんていうの、ラー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 ばっかり言うと、なんか言葉じゃないけど、ラー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 って言うと、昼ご飯食べる前の歌ってこと、いや今何時、1時前、ほんならもうあれちゃう、お昼終わるっていうあれちゃう、あ、そうなんだ、うん、あ、別にご飯食べる前の歌とかじゃなくて、うん、もう時間的に1時前やったら、もうあれやと思う、うんと、お昼がもう終わりますよ言うてっていう合図の歌やと思う。じゃあ朝の歌もあるんかな、あ、どうなるな、うん、あるかもしれへんな、うん、
木が必ずそんなことするってわけじゃなくて、この子たちはなんか木が歌ってる。木が歌ってる。神様かと思った。うん。ラー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 みたいな。あそこほら、トゥルントゥルンの。あれトゥルントゥルンじゃない？うん、トゥルントゥルンの木やろな。あの茶色。うん、トゥルントゥルンの。人が痩せてるんじゃないの？じゃないな。こんなんが全部、ペロペロペロ剥がれていくんやろな。なんでトゥルントゥルンになるんやろな。うん。はい、こんにちは。鶏がおるや、鶏が。鶏さんが、あ、服やって。はい、皆さん、服って書いてますよ。ご利益、ご利益。ありがとうございます。ご利益いただきました。あ、何やったっけ？愛席神社？愛席神社。愛席じゃないってメンバーさんが書いとったな。そうなんて思う。あたご。あたごあたごって言われたらなんかあたごって、あーって思わへん。うん、読んだことあるやんな、うん、あたごって。言われてみたら、あー、僕も思ったもん、コメント見て。ちょっと愛席。うん。あー、あたごってなんか見た。うん。その読み方なんか見たことあるなって。うん、聞いたこともあるし。うん。へーとは思わんかったな。うん、あーって思った。僕のファイティングコンピューターには乗っとったみたいです。わ、すごい。うん、うん。うん。まあみんなの方が詳しいからな、うん、もう僕全然知らんから神社のこと神様に会いに行きとうだけやから、うん、まあ神社も好きやけどな、うん、神社も好きやけどどっちかっていうと神様に会いに行きとうから、うん、全然あの神社のことが頭に入っていかへん、うん、わすごいあそこあこんなん絶対映らへんやろなパワースポットがあるわどこどこよっこらちょっとこれ拡大して大丈夫かな？拡大して、なんか、どこだ？指どこや？ここら辺、この先っちょに、草がプレン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 なっとうやん。僕の、指の、わかった。ブーチョブーチョ引っ張らんとって。なんかこれ、ほら、プラン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 なっとうやん。プレン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 って。あれスパースポって、あそこ触ったで。あれめっちゃパワースポット。めっちゃ元気や。でもあんなとこ入られへんから。うん。無理です。天満神社。こうやって書いていてくれたらありがたいな。うん。あ、ひらがなね、売ってくれたんだ。うん、でも書いてへんところがほとんどやん。だって相席一回も書いてなかったで。あ、じゃあ、振りがなじゃなくて、あの、お社の名前。天満神社とか、書いてへんとこがほとんどやん。うん。こうやって書いといてくれたら、またさらにあと、振り釜生で打っといてくれたら、うん、僕みたいな中卒が助かるわ。ふふ。ふふ。これ何やろね、どこの神社も多いね。うん。何やろな、これ。うん、何の粒やろ。これ何の粒だ、何の粒やろうかって言うと誰か答えてくれるんじゃん。教えてくれるかな。それはないって。うん。何やろな。うん。どこの神社も最近よく見る。最近見るな。うん。あれこれピント合っとんかな。合っとんかな、これで。うん。こうやってもう一個ちっちゃいか。これか。シャープしすぎちゃう？あれ。これか。これか。うん。よいしょ。これが、なんと、お社がここだけじゃないよね。なんと、あっちにも、公園があって、あっちにもお社があるのです。これなんでこんなん置いとんやろな、絶対。なんか意味あるんじゃん。あるかな。うん。だから絶対あるやん。神社行って絶対あるやん、こんなん。河原が、なんか鬼河原。みたいなんとか置いとうやんでこうやって一言添えとったらまた誰か答えてくれるんじゃんそれは魔除けやでとか何見父ちゃん好きやなそうやって覗く、うん、気温が高いわなんかモワーンとするわ、うん、気温が車は36度やった、うん、36度、うんなんか、涼しいって、ないもんな。ないね。爆発するよ、そこも。うん？ほんま？あ、うん。今も、絡んだ空さんに。うん。だいぶ暑いな。よいしょよいしょ。よいしょ。あ、こっちにもお社あるよ、うん。これは檻な。あれ、ここから行けるんかな？
いけるんかな。あの、切れ服いっぱいかけたってな。うん、なんか実が落ちと、か、柿？なんか食べてみた。うん、あ、あ、アリが食べたん。あ、鳥が食べたやつを、またさらにアリが食べたんかな。柿？柿、どっから取ってきたやろう。はい、こんにちは、神様。あ、このご神木、あれやわ。前来た時、ショートで取って、そのまま使わずに、あれや、うん、もう消したわ。ここ、このご神木、ショートで撮ったわ。ショート動画で。今度こそ映してもらおうか。ん？いや、なんかほら、なんか不思議な動画じゃないと、ショート動画あげへんや。でも、何やったかな、オーブが映っとったやったかな、うん、前撮った時。でもそれ結局使ってないわ。はい、こんにちは。あ、タヌキがおるわ。はい、トロさんもこんにちは。こんにちは。関西人はこんにちはです。こんにちは。名越神社。名越。うん。あ、はい、ありがとう。たぬきやたぬき、名越神社。あれ、もうセミ鳴いてんな、そういえば。うん、なあれ、さっきの神社もあれちゃん鳴いてんかったんじゃん。あら、終わったんかな、セミ。昨日、あ、2日前か。2日前はあれやんな。泣いてた。うん、あ、ブーちゃん。ブーちゃんが見つけた。パワースポット。うん、これ触ったで。これ触ったらエネルギー。ここ光当たっとうやん、うん、この光と、うん、この、何これ木、うん、ここパワースポット。ブーちゃんが見つけた。うん、パワースポ。パワースポ。手の出演する、うん、手の出演。触ってみよう。うん、いいよ。レッツ様のこれ。うん、普通に触ったらいい。うん、なんでもいい。あ、また蜘蛛の巣。うん。水かかってるよ。あ、なんかついた。あ、ウエットティッシュ持ってきてないわ、今日。霧吹きです。あ、そう、うん、そういう。また買わなあかんな、コンビニで。うん。ウエットティッシュばっかり溜まっていくわ。これを当てたらいいの？あ、もう触るだけ。触るだけ。うん。そこ、ここがパワースポットになると。へぇ。何やったっけ、西？何やったここ。え、西？安西？西？ん？神社の名前。安田稲荷神社の、ここ来たら、ここの、本殿の右側にこんなんあるんで、階段があって、うん、こう来て階段があって、階段のところに、こう左側にこんなん立ってるんで、うん、さっきのやつは、さっきのパースポットは入られへんから、あそこ、うん。道がないから、ここのは。なんかここからさ、なんか新しくなってる。うん、うん、新しい。どんどん同じ色になっていくんかな。うん、そう。あ、見て、うん、顔じゃないか、うん、顔じゃないな。ちょっと木育てたことないやろ、観葉植物とか。お母さんが家でいっぱい育てる。自分ではないやろ、うん、観葉植物とか育てとったらそんな質問ないで。観葉植物育ててる人はそんな質問はしません。うん、先生。だって僕でもわかるもん、あんな。色が変わっていくんやなって。もう今はあれやけどな、うちもキッチンのとこしか置いてへんけど。うん。前置いといたよ、容器。前容器置いとったやつの、ほら、ハサミでチョキンって切っても根っこが生えてくるような植物あるやん。あのキッチンの置いたやつはそれ。うん、もう前のやつの残り。うん。ああ、うん、サッカーのゴール。うん、珍しいよな。公園でサッカーできるって珍しいよね。珍しいよね、今に。今でもな。ああ、もう余裕で当たるよ。ああ、気持ちいい。気持ちいい。今日はレンタカーですよ。レンタのカーですよ。あ、何やったっけ？ニコニコレンタカーやったっけ？ニコニコレンタカーめっちゃ安いよ。ニコニコレンタカー。トヨタレンタカーの半分。
もうバカらしいよな、それ思ったら半分で。まあなんかトヨタレンタカー高いって有名やって言うとったな。うん、うん、ニコニコ。あれでもニコニコレンタカーって全国なんかな。全国なるみたいよ。え、誰だっけ、エネオス。うん、エネオスの中、ガソリンスタンドの中。あ、経営がエネオスじゃなくて、多分そうなんやと思うよ。うーん、ガソリンスタンドの中。あ、ほんならあれちゃん前も車で走り通った時にガソリンスタンドの中で車売ってるやんとかって言って、あれもほんならレンタカーやったかな。はい、来ましたよ、金運の神様、金運さんですよ、金運さん。あの赤の鳥居ないね。うん、稲荷神社だけど。赤い鳥？うん、なんかお稲荷さんのイメージ。ああ、ほんまやな。金運さん、こんにちは。こん？あ、でっかい鳥おるわ、あっち。トイレのところ。何が？鳥、でっかい。あの、いつもほら、畑。あ、そういうやつ？うん。あ、次やら、あんたら。あ、次やら、あんたら。ここがいいの？うん。口の上に食器あんたら。いっぱいかけたって、もう大量にかけたって。はい、こんにちは、金運の神様です。金運の神様発見。うん、あ、だってあの車はクーラー効けんや。うん、だからぬるになっていきゃ。かわいいです。誰ですかこれ。あ、ほんま。よしよし、土のとこ歩いてるじゃん、暑いよ、そこ。うわ、一日今日困難なんかな、これ36度とか。今日まで暑かった。はい、こんにちは。私ね、ウサギが大好きなのって。そうなんや。うん、ウサギのぬいぐるみが欲しいのって。うん、いつも寝るとき、ウサギのぬいぐるみがないと寝られへんねんて。かわいい。なんか置物来た。置物来た。あと、女神様。癒しの女神様で、何歳？ 138 歳。神様界では若い方が。めっちゃ若い。あ、日本の、こっちの、この世の、言い方で表現してるから138歳って。全然向こうと違う数え方が。暦あるやん、暦もこっちと展開全く違うで。そう、全然違うで。暦、こっちで言ってる暦あるやん、なんか正月がいつとか、展開全く違うで。なんかまあネットとかなんかいろいろ言われてるけども、神様の話をしながら暦がどうちゃらこうちゃらって、あ、もう全く違うで。うん、全然違う。よいしょ。何やったっけ。ライオンズゲートとかなんか知らん、聞いたことない。ライオンズゲート、ライオンズゲートとかなんかみんな騒いどうやん。うん、なんかそういうゲートが開かれた時、なんかすごいなんか幸運とかどうちゃらこうちゃらとか。僕はあんま詳しくないけど、知らん。あんなんも全部あれで地球人が言ってるだけで、あっちの世界やったら全然日付違うで。うん、あ、こんなんも全部メンバーシップの方で喋っとうけど、うん、ちょっと僕も忘れっぽい性格やから、あの細かいこと忘れてもんだけど。うん、よし、あっち戻って日陰に入ろうか。逃げるかな。あ、なんていう鳥や。あ、こっちにもヤシロがある。あ、逃げた。めっちゃ大きい。うん。こんにちは、こっちも。私はカエルが好きなの、ようやって。カエルと、なんか、石でできただるま、うん、石でできただるまが好きなんやって。ん、あれ、コオロギか。うん、バッタじゃないやろ、あれ。色が。バッタかのなんやな。いっぱいかけたって。熱い熱い。よしよし。あ、ピーカンデリアでこれ。
ピーコンビニって何？僕よりまだ僕の上の世代の人たちや。僕の上の世代の人たちの言い方や。あ、今日もピーカン出るやーよで。ピーカン出るや、ピーカン出るやで。お、海でも行くか。お、ピーカン出るやな、今日って。な、60歳ぐらいの人たちが言っとった言葉ちゃう？うん、ピーカン出る。僕は世代が違うけど。僕はまだ下の世代やから言わへんけど。僕ら、何やろ、カンカンデリとはちょっと違うかな。言うとう人は聞いたことあるけど。あそこ、神様は、空眺めと鳥の上に座って。なんかおまんじゅう？おまんじゅう？なんか多分中国とかのおまんじゅう？あ、何やったっけ？ごま団子やったっけ？うん、あ、中国やったっけ。そうだね、中華料理。うん、ごま団子みたいな、あんな食べながら空見と。いいな。こんにちは、神様。神様のお仕事のお手伝いの空だよ。空なんだよ。うん、うん、また後で。ちょっと待って、うん、はい、ちょっと聞きかけで喋ろうか、うん、なんか人間関係でなんか嫌な人がおっても、うん、なんか理解するんだよって言うやん、うん、あ、こんな人もおるなって、こういう性格の人もおるんやなって、うん、それ理解してあげなさいって言うやん、うん、理解することってめっちゃ大切なことやん、うん、だってみんな、70億人地球人おるやん、うん、70億種類の人間やからみんな違うやん性格、だから嫌な人がおっても、あ、まあまあまあ、まあ、こんな人もこういう性格の人もおるよって、うん、でもそうやって絶対思わないといけないって、理解してあげるってことやんな、神様が言って、そうそうそう、ごま団子食べてる神様が相手のことを理解する気持ちはすごく大切やって、うん、じゃないと傲慢やん、うん、何でもかんでもないよこいつって、うん、頭おかしいんじゃんとかってなったらな、何やねんこの性格、どういう育ちしてきてんとかってやったらちょっと、うん、こっちがちょっと傲慢やん、うん、だっていろんな環境でみんな育ってるんやし、うん、考え方もな、育ってきたなんかいろいろもなんかいろいろ違うから、うん、あ、まあなんかこういうふうに育ってきたんやなとか、今まで誰にもこういうことを教えてもらえずに育ってきたんやなとか、そうやってまあ相手のことを理解する気持ちはすごく大切って。でも、その理解する気持ちは大切やけども、仲良くする必要はないって。うん。うん、だからといって仲良くはせんでって。うん、ちゃんと必要な距離ってあるやん。うん。うん、だから その辺履き違えてる人多いかなって言ってる神様が。ごま団子くんが。ごま団子。うん、ごま団子くんが理解する気持ちはすごく大切やけれども、なんか仲良くしないといけない、まあ、なんかその人の前で笑うとか、なんかこっちからなんかこっちから喋りかけるみたいな、あ、こんにちはとか、お疲れ様とか、いい天気ですねとか、なんか天気って話広がるやん、日本人はね、日本人な、何やったっけ、春夏秋冬があるから、うん、な、もう夏も終わりですね、残暑がとか、うん、な、暑いですね、うん、そういうのテクニックあるやん、うん、そんなテクニックを使ったら、まあ嫌いな人でも、まあちょっとした会話ができるから、まあ殺伐とはしないでしょうとかって、まあそんな教えはあるやんか、うん、笑顔、まあとりあえず笑顔で笑っとかんとみたいな、うん、嫌いな人も相手のことを理解して、ほんで、まあ、ちょっと、こんにちは、笑顔で、とか、まあ、ちょっと、沈黙になったら、あ、いい天気ですね、とか、うん、そんなする必要ないって。うん。うん、もう、理解したんだったら、もうそれでいいって、それ以上、もう仲良くしなくてもいいって。うん。うん、だから、その辺、ちょっと間違えてる人が多いんかなって。うん。うん、無理して、なんか喋ろうとしたり、うん、うん、なんか、こっちがちょっと、言葉飲み込んで、ちょっと我慢して、うん。ええ天気ですねとか、ええ天気ですやんかって、うん、うん、でなんか
ごま団子くんが言ってるわはい、ありがとうございます。ごま団子くん、最近割といろんな資格を取ったから何でもできるようになったって言ってるな。ごま団子くんが健康も開運も、金運もとか、まあお稲荷さんみたいなもんやな。お稲荷さん何でも聞いてくれるやん。だから最近割と頑張っていろいろ資格取ったから何でもできるようになってるから、ここ来たら何でも言ってくれたらええでって聞いたるわって。資格取るの？そうやんか。筆記ですか？筆記と実技と両方あるで。エネルギーの流し方とか。見てくれる人がいる。金運の神様やったら、まあ、有名どころやんな、エベスさんとか、大黒さんとか、ああいう人のところに、そう。ほんで、筆記テストと、まあ、実技と、があって、ほんで、その資格を取るね。資格を取ったら、金運の神様の仕事ができるね。面白い。それで、健康もそれで、健康の資格を取って、健康の仕事ができる。癒しとか、人を幸せにする神様とか。何もできない神様っていうのは存在するけどもな、何もできない神様って。あれはなんか難しいって言ってたやつはできる人、金運とかお祓いとか。お祓いやったっけ、難しい、あれ割とな、なんかこの間メンバーさん、じゃあどれぐらいの期間で、その金運の勉強したら金運の神様になれるんとか、お祓いとか難しいって言うとおけどって、まあ大体もう1年ぐらいかな、1年ぐらいかかってるかな。でも、たった1年とかって。でも、中にはたった1年や。いや難しい割には1年で取れるのみたいな。大体平均して。でも1年必死にやって1年でしょ。必死にやけども、ただ、まずそこの土俵に立てないと、っていうことやから、ほら、何やったっけ、弁護士だって、まずそこの土俵に立てるぐらいの賢さがないと無理やん。何回目で7回目で合格したよ、割と7回目で、まあそんなもんかって思う人もいるけど、まずその土俵に立てるだけの実力がないと、まずその試験を受けることができんっていうことやから、だから金運とお祓いってほんまに難しいよね。まずそこの土俵に立てること そこがまず難しいよね、ということです。ちょっと熱弁してしまったけどこんなもんかな。ちょっと暑いから、まあでもまあまあ喋ったな、もう27分も喋った熱いって言われる、ちょっとここももう元気、はい、ちょっと手がスイッチ当たって動画消えてしまったけれども、ちょっと続き、はい、何だっけ、もうここは浄化とか必要ないんで、元気だけあげとくんで、天下の技なんよ。天下の技はちゃんと勉強してるんよ、僕も。はい。ワードフだけ損ちゃうで、これ。よいしょっと。ほら、風がブワー吹いてきた。喜んど神社が。よいしょ、これで終わろうかな。ちょっともう暑いんで、暑いんで、ワンちゃんたち、車の中に閉じ込めます。ではではではでございます。